阪には大観衆が詰めかけています。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますんでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはバファローズの先発山本が京セラドームのマウンドに上がります。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。背番号0、沖野隆。初球ボール、変化球タイミング合いません。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている藤岡。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。打ちました。痛烈な打球、打ちました。流しました。高い打球レフトへ。ここは外野へのフライ。杉本が掴んでツーアウト。バッターボックスには3番角中。ツーアウトになっています。初球は何で来るか。初球ボール、切れていきます。ファウル。ワンボールワンストライクです。外のボール、ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました。またファウル。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。宇宙の彼方からやってきた。守ります。西さん、やはり立ち上がり各バッターはピッチャーのボールを何球か見ると調子というのは分かるもんなんですか。ある程度ねキレは分かりますけれどもね、でも後々ねスピードが上がっていくということもありますからね、分かりませんね。そうですか。福田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。流しました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている足立。まずはワンアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。見送っています。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。
さあ勝負してくるのか。際どいコースには投げ込んでいます。外の球外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあ6球目は何か。打ちました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。ツーアウトです。クリーンナップが登場します。バッター中川。ツーアウトになっています。ファウルになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは2球目打ちました。ここは打ち上げています。山口が抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。2回表に入ります。マリーンズの攻撃。バッターは DH ポランコ。バファローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。引っ張った。詰まりながらもライトへ。ライトが取りました。5番バッター安田。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球ボール。2球目は何で来るか。アウトコース見送っています。ボール先行です。さてこの安田どういうバッターなんでしょうか。まあハマればホームランも飛び出す中距離バッターですね。そうですか。ここは1球見ました。空振り。フルカウントになっています。打ちました。ピッチャーゴロです。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番山口。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。アウトコースへ決めました。これが4球目。絶妙のコントロールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。これが5球目。バーッと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けです。やはり痛めました。しばらくの間お待ちください。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。バッターは7番に入っている藤原。デッドボールのランナーが出ています。
初球ボール。この球は外れています。ボール先行です。アウトロー空振り。さあ4球目は何か。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。引っ張った。高いバウンド、ファーストゴロ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあバファローズ、この回は4番から始まります。バッターは森。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。この球は外れています。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。次が4球目。いいストレートですね。はい、ストレート空振りでストライク。3ボール1ストライクです。打ちました。中村アウト、ワンアウトです。バッターボックスは5番杉本。まずはワンアウトを取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。これが2球目。ファウルになります。アウトコース外れました。ここもファウルです。ツーボールツーストライクです。高めのボール、これはどうだ。アウト、ツーアウト。バッターボックスゴンザレス、ツーアウトランナーありません。引っ張った。この当たりはどうか。一塁線落ちてフェア。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー一塁。アウトコース見送っています。チェンジアップ外れました。ボール先行です。次が3球目。インコースボール、ストライクが入りません。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。2回終了、0対0同点です。
小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね、小宮山さんからお墨付きをいただきました。初球ボール、これはバットが泳ぎます。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。ルネ抑えてワンアウト。バッターは9番に入っている中村。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ライトに上がった。ここはフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順はトップに帰って荻野。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。高め変化球、空振りです。高め空振り、ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。初球ボール、さあ2球目は何か。ストレート、内へ低めの変化球、ワンボールツーストライク。この高めは外れます。インサイド落ちました。ファウルになります。インローボール、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。さあ、これで決まるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは9番に入っている若月。美馬、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、タイミングややずれています。3球目は何で来るか。スライダー外れます。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。ライト方向
を流しました。高い打球ライトへ、ライト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター福田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。ボールになります。ボール先行です。引っ張った、山口、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。3回終わって0対0同点です。回は4回の表マリーンズの攻撃。打席には2番バッター藤岡、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。バファローズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックスは3番角中、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、打ち上げてしまった。この打球はフライになっています。バッターは今日 DH に入っているポランコ、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。この球は外れています。ボール先行です。空振りになります。152キロ。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。この低いボールは外れます。フルカウントです。アウトチェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。0対0。マリーンズここまでヒットが出ていません。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。2番バッター足立、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的に。インサイド落ちました。センターに抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス中川、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。バントしました。安田、
アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。いきなり牽制、タッチもセーフ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。高め、内への変化球。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打って、さあどうだ、これはスタンドに入ります。アウトコース、これは見送ってボールです。さあ5球目は何か。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。これでフルカウント。次が6球目。空振り三振、前にボールを飛ばせません。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。ランナーは変わらず2塁です。初球はストライク、ストレートが決まっています。これは見送ってボール。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。これは見送ってボール。スタンドファウルボール。外、際どい球、ボールになります。フルカウントになります。手が出ません、三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。次が2球目。打ちました。わずかに左に切れました、ファールボール。切れました、ファールボール。くれぐれもご注意ください。これもファウル。アウトコース外れます。この球は外れています。見逃し三振、ワンアウトです。打席には6番バッター山口。先ほどの打席はデッドボールでした。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはバファローズが山本、そしてマリーンズが美馬、この2人の投げ合いとなっています。これは低いところに持ってきました。低め見送っています。これが4球目。
いいコースだったんですけどね。アウトロー際どいところわずかに外れました。次が5球目、外は入っています。3ボール2ストライク。これはバット出ず三振です。打席には7番バッター藤原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球ボール、2球目は何で来るか、ボールになります。ボール先行です。ストライクになります。打ちました、流しました。詰まりながらもレフトへ。しかしこれは追いつくか、杉本が掴んで3アウトです。この回マリーンズ三者凡退です。0対0、マリーンズここまでヒットが出ていません。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあ今日のね、このピッチャーの出来だとなかなか難しいですよ。突破口を見出すことができるんでしょうか。これが2球目、インサイド落ちました。切りました、ファールボールです。この高めは外れます。打ちました、ここは打ち上げています。セカンドが構えます。取ってワンアウトです。打順は7番宗、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。三馬、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます、ファウル。変化球入りません。今のはバッターよく見ましたよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る。ツーアウトになりました。8番バッター紅林、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、オリックスバファローズです。2アウトランナー1塁、初球空振りです。ストレート外れました。ボールになります。
アウトコース打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。マリーンズの攻撃、バッターボックスは8番田村。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。打順は9番中村。先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから送ります。取りました。セカンドフォースアウト、送りバント失敗。打順はトップに帰って荻野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。一塁はセーフ。まずはインコース。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次のボールはゾーンギリギリ、ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。2番バッター藤岡、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。セーフ。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。カーブ、すくい上げた。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。0対0。マリーンズここまでヒットが出ていません。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏バファローズはライダーを送ります。 T 岡田が打席に入ります。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。初球ボール。変化球タイミング合いません。これが3球目。低め外れました。低め、5球目は何で来るか。打った。これはどうか。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。さあそして打席には足立が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。終盤前に先手を取っていきたいですね。送りバントだ。あっと上げてしまった。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁と変わっています。初
球は何から入ってくるか。きっちりと見極めてボールです。外角低めのストライク、振り遅れてますね。ファースト取った、そのまま入って一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。しっかりランナーを進めましたね。まあいい場面でいいバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。はい、その期待のかかる森がバッターボックスです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。さあ3球目は何か。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。高め打った、高いバウンドになった。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終わって0対0、両チームまだ無得点です。これから7回、バファローズに選手の交代がありました。小宮山さん、ここまで0点に抑えてくると両投手お互いを意識するものですか？これはね、試合始まる前からやっぱり相手チームのピッチャー意識してますよ。なるほどね。さあ2球目は何か。ボールになります。次が3球目、落ちる球を持ってきました。インサイド落ちました。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには指名打者のポランコ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。改めてお聞きします。バッターボックスのポランコ、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ大きいのが期待できる、いわゆるスラッガーですね。ああそうですか。変化球できました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。5番バッター安田、先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。ワンボールワンストライクです。真ん中です。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。またファウル。ボールになります。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回
小宮山さん、こういうゲームの場合ちょっとしたきっかけで大きく試合が動く場合が多いと思うんですが、きっかけが起きるとすれば何ですかね。そうですね、まあ、考えられるもので一番はやっぱフォアボールですかね。フォアボールを出すのはどちらか。アウトロー外れます。ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。打順は6番ゴンザレス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。三馬、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。いや、球にね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。打ちました、流しました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあここでバファローズダイソーを送ります。セカンドランナーは佐野。ヒットでランナーが帰れば先制です。初球から積極的に行きましたが空振りです。アウトコース、これは見送ってボールです。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。3球目は何で来るか。低め、これは外れた。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、タッチもセーフ。高めの変化球に手が出た。追い込みました。センターへ持っていった。このフライはヒットになりそうだ。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスにはしっかり抜けた。セカンドランナー帰れば先制。センター前ヒット。これでマルチヒット。マリーンズ、ここでピッチャーが変わります。しっかり繋げましたね。まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。その期待に応えてほしい。若月が打席に入っています。変化球打った。高いバウンド、そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。8回の表マリーンズの攻撃。バッターボックスには6番山口。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。高め打ちました。これショートの横抜けた。山本ノーヒットノーランを逃します。さあここでマリーンズダイソー。さあこの終盤にノーアウトでの先制のランナーを許しています。バッターボックスには藤原。そして走ってきた。キャッチャー二塁送球する。二塁タッチアウト。盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックス田村。先ほどの打席はデッドボールでした。2アウトになっています。この回の山本4球で2アウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。打ちました。これはどうか。破りました。センター前田村、ヒットが出ます。さあここでマリバッターボックスは9番中村。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきませんね。彼はクイックが速いですからランナーを打て。ランナースタート。キャッチャーは二塁へ。二塁タッチアウト。盗塁失敗。これで3アウト。8回の裏マリーンズに選手の交代が。8回の裏バファローズの攻撃。 T 岡田がバッターボックスに入ります。いや、先ほどは見事なツーベースでした。初球 T 弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。バッターボックスには代打の大城。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。
あーよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ここもファウルです。ご注意ください。見逃し三振、ツーアウトになりました。初球ストライク、インサイド打ちました。切れました、ファールボール。これが3球目、ボールになります。この球は外れています。アウトコースは外れます。3ボール2ストライクです。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。この西さん、両チーム一歩も譲らない攻防を見せてくれてますね。いや本当ですね、まあ、これからねベンチの采配というのも一つ、面白みがあると思いますよ。ベンチワークにも注目しましょう。変化球タイミング合いません。外、これは外れます。打ちました、切れていきます、ファウル。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。インコースへのシュート決まりません。低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。高めちょっと外れたか、打ちました、痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。打ちました、切れました、ファールボールです。三振です。バッターボックスは2番藤岡、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。ここは落としてきました、アウトコース外れます。打ちに決まりました、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、これはどうだ、センターに抜けました。藤岡、これが自身本日の初ヒットに、まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。ここは外します。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか、気になる攻撃です。左に切れてファウル、6球目は何で来るか、変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。9回の裏バファローズの攻撃です。そしてマリーンズは、こういった試合ですと西さん、各選手相当集中力が高まっていると思うんですが、どうですか。まあ当然ですね、バッターはね、こういう時こそ気持ちを強く持たないといけませんよね。そうですね、奮起に期待したいですよね。外を狙っていきました、追い込んでいます、ワンボールツーストライク、ファウルです。いや、よく見ましたね、素晴らしい選球眼ですね。はい、インコースわずかに外れてボール。さあこれで決まるのか、外のボール打った、これは上がりすぎ、ここは打ち上げています、掴んでワンアウト。バッターボックスは5番杉本、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。ファールボールです。アウトコース見送ってストライクです。ノーボールツーストライクです。膝元をつきましたが外れました。おっとどうだ、ファウルボール。変化球空振り、ツーアウトになっています。さあまず1球目、初球ボール、外への変化球は決まりません。ボール先行です。インサイド見送っています。ここは150キロを超えてきます。変化球タイミング合いません。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。ライトへ、これは上がりすぎたか、
ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回バファロー10回の表マリーンズの攻撃、バッターは DH ポランコ。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。バファローズ得点に動きはありません。0対0でこの回を迎えています。ファウルになります。さあ4球目は何か。打ちました。いい当たり。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。インサイド見送っています。打ちました。サードが取る。アウト、ツーアウト。バッターはダイソーから起用されている岡。ツーアウト、ランナーありません。初球変化球、空振りです。高めに外れます。低めの球、ストライク。ワンボールツーストライクです。変化球が低めに外れます。この球は外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ10回の裏、バファローズの攻撃です。バッターは宗。今日はまだ当たりがありません。バファローズ得点に動きはありません。0対0でこの回を迎えています。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。もう集中するしかないですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。外の球打った。お手元の内野ゴロ。一塁アウト。打席には1番バッター紅林。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。ワンアウト、ランナーありません。さあ守護神増田がバファローズ打線の、これは右に切れます。今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。振ってきません。外れています。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。しっかり捉えた。スタンドに入ります。さあ7球目は何か。変化球、空振り。ツーアウトになりました。バッターボックスには9番若月。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ファーストゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。ストレートできました。ナイスボールですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。ボールになります。
きましたが三振。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。10回終わって0対0、両チームまだ無得点です。11回の表、7番から始まるマリーンズの攻撃。藤原がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。引っ張った、取りました、アウト、ワンアウトです。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。初球ボール、変化球、タイミング合いません。さあ3球目は何か、落ちる球、打ちました、ピッチャーゴロ、紅林、2アウトになりました。9番バッター中村、今日はまだ当たりがありません。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね、2アウトランナーありません。インコースボール、痛烈、切れました、ファールボール、見逃して三振です。3アウトチェンジ。この11回の裏、バファローズの攻撃、バッターは T 岡田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。センターへ持っていった、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン、サヨナラ。今三塁を蹴ってチームメートの待つホームへ帰ります。劇的な一発、この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。オリックスバファローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッ